はい、こんばんは、マオです。はじめましてですね。はい、ファイアーエンブレムヒーローズの動画を上げるのは初めてになりますので、至らない点があるかと思いますけれども、そこはご了承ください。はい、で今回、初めての企画は、はい、無課金でも10凸はできるのか、はい、ということでございまして、はい、狙うは今回、ディミとユリアとセイロス、はい、この3体が、はい、10凸できるのかということに、はい、チャレンジしていきたいと思います。はい、無課金です。ですので私、はい、マオは3212個、はい、これね1年以上かかって貯めてまいりました。もう我慢に我慢を重ねてようやくここで出すと、はい、いう決断をしました。はい、そうするとね、編集してみたらね2時間ぐらいかかったんですよ。うん、私の1年2時間かとね。でもねこれ普通に考えたんですけども、これ見る人2時間見てらんないですよね、マジで。はい、というわけなんで、もうサクサクっといきたいと思います。だってさ、最初なんてさ、もう10凸狙いますって言ってんだから、もう最初なんてもう関係ないじゃんね。10凸関係ない、あ、ごめんなさい、最初は関係ないね。もうハラハラドキドキのやっぱ最後の方だよね。うん、だと思いますんで、最初ちょこちょこっと説明して、あと一気に飛ばしていきたいと思いますんでね、我慢してみてね。うん、これねさらに短くするんだから、俺の1年が多分ね10分ぐらいになるんじゃねえかとということになりますんで、我慢してみてください。よろしくお願いします。はい、でみんなが見てる右側、これね何なのってね、はい、いう人をね、思ってる人もう全員でしょうけれども、無課金者に多いね、なかなか誤差、なかなか星5がスキルのために継承のために使えないというね、なんかもったいないんじゃないって、なんかあるんじゃない、失敗したらどうしようってね。はい、私もそのうちの一人でございます。もう全員そうだよね、無課金者はね。はい、ですのでポイントを絞ります。はい、真ん中にも書いてありますけども、私は大制圧戦、これでね一番難しいステージがね取れないんですよ。なんか上手い人みんなね、やっぱ課金者の人たちはね、やっぱりお任せでなんか取れちゃう、おいおいおいと思いながらね、お任せで取れちゃうってねすごいよね。そんなこと望みません。はい、手動でいいんで、使えるように大制圧戦でも使えるようにスキル構成をしていきたいんですよね。はい、ですので、はい、ディム一発目ね、はい、10凸狙ってるんですからね、はい、こんなもん来て当たり前です、ね、遅かろうが早かろうがね、結果的にできれば OK です。はい、だいたい2400個か500個ぐらいでね、普通の 3% の時にはなんかできるよっていう風になんかちらっと情報が見たんですけれども、今回8% で3つなんで 2.6% ですよね。 2.6%、 うん、で3212個ね、できれば3つもちろんやりたいんですけれども、ね、文句は言いません。とりあえずセイロスさん、これちょっとできればいいです。はい、そこで余ってたら、まあ続きはやっていきたいんですけれども、しょうがないです。できないものはしょうがない。無課金なんで課金するつもりは一切ございません。ユリアさん、ありがとうございます。はい、ですので、大制圧戦に向けての、ちょっと皆さんにアドバイスを求めたいなと。お前ちょっとこいつね、もう削っていいよ。このスキル使いなよって。ね。まあこのキャラ持ってるんだったら、こいつにこのスキルをつけなって。そしたら大制圧戦で上のステージの、一番上のステージで勝てるようになるから。ね。というアドバイスをいただければと非常に思います。ね。でそれがめんどくさかったら、フレ募集してますんでよろしくお願いします。マジで勝てるやつちょうだい。本当にね、気持ちよくなりたい。うん。それでやっぱりね、みんなの役に立ちたい。うん。どうしてもね、上から2番目でもね、上から2番目のステージでも、なかなかできない。たまーに満点取れなかったりする。うん。
なもんで、まあ、触れが悪いって言ったら失礼ですけれどもね、うん、ちょっとごめん、これ見てる方、あの一応、無課金でも毎日やってますんで、触れ、求めます、はい。で、なんか、大制圧戦に向けて、これちょっと用意しとけと、ね、最低限これ用意しとけ、最低限じゃないな、これを表に出しといてって、貸してくれっていうのがあったら、言ってください。うん、普通にやっときます。なんか、とりあえず、救援のコールだけは必要なんでしょ？うん。救援のコールが必要なだから、まあ、それは持ってるんで、大丈夫ですけれども、それ最低限つけなきゃいけないっていうのがわかるんですけども、他にこういうキャラで、こういう構成で、ちょっとね、アクセサリーじゃないや、うん、一番下の、なんだ、アクセサリー忘れた、うん。そこも俺これ使えないからちょっとお前代わりにこれ作ってくれというのがありましたら何でもいいこと聞きます。はい。なもんでぜひ触れ求む。はい。でそれでアドバイスを求めるにあたって右側の今ね、今すべての星5を皆さんにオープンしております。はい。今私はこんなもん使ってるんですよとね、いうことを皆さんにお知らせして、本当にアドバイスを求めるつもりでやっております。なのですみません、ご協力をお願いいたします。はい。おい、セイロさん、とりあえずセイロさん1個ね取ってからね、ピョーンと飛びたいよね。はい。それまではね、やっぱりね、だれる。うん。これね、毎日課金者、配信見たりとかしますけれども、課金者の方、10凸ね、作るときにさ、ずっと回してるんでしょ。うん、俺回すのにだって2時間かかってるからね。うん、3時間かな。うん、若干休憩も入りましたからね。3時間ぐらいずっと回しっぱなし。はい。ですので、ようやるわ、本当にようやるわと思います。はい。で今回ね、青しか引いてないんですけれども、まあ星4がたくさんあるんで、羽も今見た感じ66万枚あるんで、まあ、一時期まあカンストはしましたけれども、いろいろちょっと使って66万枚に減りました。はい。カインとアベルとなんかもう一人ね、ね、ケンとオノとヤリか、うん。でキャンセルで使って、なんかイベントあるやつね。忘れたよ。巨大ボスか、巨大ボス戦か、はい、巨大ボス戦をクリアするためにっていうことで、わざわざちょっとね作ったりもして、66万枚に減りましたんで、でもまあやること全くわからないんで、どんどん使っていきますんで、青のこいつ10枚あったら10凸しなっていうのあったら、それも教えてください。うん、私本当にいくらでもやりますんで、ちょマジでさ、大制圧戦助けてほしいんだよね。うん、今8分流れてるけども、まだ俺セイロス引いてないのこれ。え、やばくねこれ。1枚目相当時間かかってるねこれ。そんなことないか。大体どのぐらいで取れるんでしょうね一体。うん、あ、来た。はい、1枚目のセイロスさんが来ましたんで、はい。じゃあようやくまあね、最後の方まで飛ばしていったろうか。はい、飛ばしていきたいと思います。さあ、どこら辺まで飛ばそうかね。はい。はい。1時間、16分のとこまで来ましたね。はい。2時間が1時間ね、16分のとこまで来ちゃったんで、今だいたい10分経過したと思えば、あと30分？はい。もうリーチかかってますね。10、19、これいいバランスですよね本当にね。はい。来ねえかな。こっから一体どうなるんやろ本当に。あといくつ？オーブがあといくつなんだ ？1030。1030？もう2200個使ったんですね。我ながらようこんな決断に踏み切ったかと思うと。うん、すごい決断しました本当にね。
ビビります。はい、ね、相変わらず右側は、はい、いろいろ流れておりますので、はい、ちょっと参考にしていただけたらと思います。まあ、全然本当にね改良とかしてないんで、やってるのは本当にリンちゃんと、うん、あとランスロットじゃねえやダイムサンダーさんね、ダイムさんだね、はい、ダイムさんだけなんで、だからもうずっとそれでやってきてましたから、まあ、それでクリアできるんですけどもね、ずっとそれでやってきたんで、まあ、今更と思うかもしれないですけども、やっぱり大制圧はね無理、マジ無理、接近戦必要、近接キャラ必要なもんで、はい、もう やってもいいんじゃないかと、手を出してもいいんじゃないかと、上級者と一緒に楽しんでもいいんじゃないかというふうに思いまして、はい、やっておりますけど 9.5% でなかなか来ない、 9.5% で来ない、これやばいね、これ、おい、1000切ったぞ、1000切ってあと1211を取らなあかんと、セイロス2、ユリア1、ディミ1を取らなあかんと、これはいけるのか、ね、普通だったらいけるんですけれども、バランスよく取らないとダメですからね、ちゃんとバランスよく来てくれないと、うん、やばいね、ですのでこれはちょっとやばいね、あれ本当いけるのか、うん、イレスさん来ない、イレスさん違うんだよ、お、星じゃないや、青が2、青が2個、うん、ピエリで、殺戮、うん、殺意を覚えますよね、もうピエリ来た瞬間にもう殺意を覚える、もうセテスも多いね、本当にね、本当に石頭だね、もうね、もう何にもいらねえと、はいはい、来てくれ来てくれ、もうカゲロウさん、はい、もうない時は無職ですからね、はい、青無色、緑、赤、青がなかった時には無色引いてます、ね、何もない時、無色もない時には緑、赤の順番で、まあ今回自分なりにね、どれが一番大事かっていう風に引いていきますんで、はい、もうジェイガンさんも相当見てるねこれね、またセテス来たよ、 10.5% ってね、25回引いてるからね、あ、11% だった、30回引いてるからね、もうね、3% 上がってるってことは、30回引いて 8% が来ない、マジやばくね、うん、来たー、ここでユリアが来ました、よし、いいね、ということでこれね、2枚抜きしていきましょう、これね、2枚抜き、うん、うん、ダブってったね、はい、うん、嬉しいんだけれども、うん、嬉しいんだけれどもね、まあまあまあ、アルムさんはねいいと思いますよ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあね、残り2つもね引いていきたいんですけれども、うん、はい、ベンツが来ましたね、はい、はい、赤何取るの、まあ3枚抜きね、はい、確かに嬉しいです、嬉しいです。こう皆さんね、これ12枚目引いた時のね気持ち、どうなんでしょうね。ぜひ知りたい。ぜひ知りたい。はい。ね、ダブタ、ほんと、もう、どうすんの、え、マジでどうする、やっぱり何、スキルのために使うのかな、こういうのって。はい、まあ、そういうのもね、はい、何に使った方がいいよと、まあ、取っとけっていう人もあったらね、ちょっと、むっちゃ書き込んで。うん。あとは、はいはいはい、はい、セイロスさんが2、ディミがリーチと、ね、いうことなんで、あといくつ、弾はあと900、やべ、うん、いける、あ、いけるいける、うん、いけるいけるよな、もう、あ、これもう殺意湧くわ、こんなん出たら、もう殺戮の殺意だわ、こんなもん、ピエリ何枚出とんだろうね、これね、うわ、ジェイガンさんもこの色なんかムカつくんですよね、紫になんか本当にしましまってね、
うん、もう本当にあの親父って感じがするよね。おっと青三つ、青三つこう来てこれよ。はい、フェルディナント、うん、はい、三つだから、はい来て、またジェイガンさん来た。はい、うん、はい、殺意爆本能やね。はい、これいけるか。 9% さっき 12% だったもんな。 12% はないとしても 11% ぐらいできて、 11% っていうことは30回か、うん、30回やらなあかんね。30回やって1枚ということは150、まあ150ね。で150個のオーブを使って1枚なんだから、3回やって450、まあ最低450かかんのかな。うん、で偏ったら終わりじゃね。おやべえよ、偏ったらやばいよこれ。ということは次セイロス来て、セイロスさん来てほしいなこれね。セイロスさん来てくれ。うん、ののね。はい、あ、ちなみにこれあの BGM ね、ストリートファイターの BGM 使っております。はい、ストリートファイター、ね、スーパーストリートファイター 2X、 はい、というアーケードゲームね、はい、ゲームセンターの、はい、ゲームの曲を使っております。うん、なんでかっていうと、はい、あのスーパーストリートファイター 2X、 はい、あとスペースキー開けて MAO マオって調べていただければ、はい、私世界チャンピオンが出てきますと。はい、私世界チャンピオンでございます、ね、そんな人があのこの動画を上げてるっていうことは、ね、初めて動画を上げてるっていうことは他にも動画を上げてるんじゃないかということで、はい、皆さん私 の、はい、の顔をチェックしていただいて、マオ DB をチェックしていただいて、あのストツのゲーム、あ、こんなんだったなっていうものをいろいろ見てください、ね、あの決して英語の授業は覗かないように、はい、あんなものは見なくていいです、はい、私があの皆さんから監視されているという名目であれは英語を上げてるんで、あんなもんは見なくていいです、ね、そういうとちょっとあの本当にあの閲覧数上がっちゃうんで困るんですけども、できればあのできればじゃない、絶対にあのゲームの方、スパツ X 5先とかね、大会の動画とかもありますんでね、はい、私が主催したのもありますので、はい、それをぜひ見てください。一つは多分5万再生ぐらいいってんのかな。うん、なかなかちょっとあのビッグなものになってと困っておりますけれども、嬉しい限りですけれども、はい、皆さんもあのちょっと思い出に浸りたいと思ったら、あのやったことあるよっていうんだったら、ちょっとぜひ見てみてくださいね。今これね、ホンダの曲ね、はい、エドモンのホンダ、みんな知ってるか、知らんよね。はい、古いゲームをやっております。はい、ねえ、まだ来ないんだけど、やばくねこれ。 10.5% いったよ当初。 10% の予定、あ、11% か、8から9、あ、10、あ、まだ大丈夫やね、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ150個ローブ使ってないから大丈夫大丈夫。うん、やばいよなこれ。1、2、3ってちゃんと3をちゃんとうまいこと振り分けられたら来たこれ。はい、4つ、はい、4つあるんだもんで、ここで、はい、11%×4ね、44% ではないんですけれどもね、はい、まあ、結構な確率で取れるんじゃないでしょうか、ね、うんうん、いいよ、うん、銅メダルばっかがついてるね、星3つが続いてるね。はい、切れた、これなえるねこれね、星3つは切れるね。まあ関係ないですけどね、星5しか狙ってないんだからね。そしたら月がないと、ここで当たったらやべえ、すり抜けだ、あっぶねえ、あっぶねえ今。ナターシャね、確かに見たことない初顔合わせでございます。よかった、星読んで、マジで危なかったね。これまたほんとすり抜けたらこれやばいね、これね。今これなんだ、何パーセントになったこれ、 11.5 ぐらいになったか、うん、11.5 だね。はい、 11.5 のあと766だったね今ね。あれ766、やべ、やばいよこれは。はい、 11.5% ちょっと当初よりも多く出ておりません、やばい、出ておりません。あれこれやばくね、まあ、150で計算してマジで3つ、766、まあ、今から当たると考えて、うん、
760、あく5回、6回、6枚分しかないのか。ガンプ普通に考えて、6枚分しかなくて、ちゃんと、その6枚中がちゃんと201にちゃんと割り振られるの？やばくね、これ。半分だよね。6枚中3枚がちゃんとしたとこ届かなあかんってことやろう。これ、ドキドキですね。マジやべえ。マジこねえ。マジこねえよ、これ。やばいやばい。あれ、さっき900だったよね。あれ？当初の予定では900からだったら750で当たるんだけど。もう過ぎてます。あ、やばい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 。これで、あ、起きた起きた起きた。あ、起きた。マジですり抜きあった人たまったもんじゃねえな。はい。フロリーナさんも結構いるね、今もう。12.5% よ。あれ？ティアモさんよ。おやばいやばい。711って。お青ある、青がある。え、もうやばいじゃん。アイセイロス来た。いいバランスできた。いいバランスできた。マジやばい。助かった。マジ助かった。ここですり抜けたらマジやばかった、これ、本当に。うん、来なかった。もうさっきみたいにね、ユリアさんみたいにあの11枚目揃ってもいいんだよ、あれね。ん？あ、リーブさん。こんにちは。はい、2枚抜きありがとうございます。はい、初顔合わせのリーブさんね。はい、じゃもう一丁リーブさん。おこの現れ方は初顔合わせですか？はい、初顔合わせですね。はい。緊張した、今マジで。うん、ルセアさんね。はい。まあまあ、2枚抜きありがとうございます。まあ、とりあえず、ようやくね、セイロスさん来てくれたんで、はい、ようやく次、リーチかかりましたね。あー、どっちでもいい。まあ、ユリアさんだけは来ないで。ユリアさんはもういい。これ、やばいね。うん、来ないね、来ないね、来ないね。はい、ユリアさんは来ないでよ。ユリアさんは来ないでよ。はい。今画面上では、右側ではなんか青の紹介だね。はい。青の紹介をしておりますので、ちょっと皆さん見てあのアドバイスください。やべえ。あといくつよ。マジで。とりあえず青あるな。うん、ティアもよく見る。うん。あと、669。669で11か。バランスよく11か。マジ来んのかな、これ。お、見つけた。よし。まあ、8.5% だな、でもな。来るときは来るんだよ。わあ、来てほしい。来てほしいんだけれども、ここで決めたいね。どっちか1枚決めたいね。うん、アルテナさんね。うん、違うんだよ。ここで来てほしい。うん、ティトさんね。はい。まあまあまあ、まだね、まだ来ないでしょ。 9% かな今。はい、 9%。 この2つあるね。よし、当てていきましょう。ちあ、違うそう、すり抜けね。こういうことがあるからマジ怖いのよね。これでまた 8% 戻っちゃったからね、一応。まあでも 8.5%、9% で当てたからね、まだまだまだ被害は少ないかなと思うんだけれども、残りオーブ650個か。650と、あと4枚ぐらいは引けるかな。うまいこと4枚ぐらい引けて、あそこに11がポンポンと当たってくれれば完璧です。ね、当初目標だったの、セイロス10凸がまだできてないんでね。これができればね、まあまあまあ、まあ全部なくなってもいいかなと思ってるんですけれども、まあ、もちろん10等差したいですけども、全部。まあ、最低限いいかなと思うんですけれども、来ねえな。うん、カムイさんね。はい、来ないね。628。やべえ、もうなんか、3200からね、見てみたら、本当に減ったね。2600個使ったもん。
うん。でも1つが13枚で10凸してるから、おっと4つ来た。はい、4つ来た。ここで決めましょう。ここで決めよう。ここで決めよう。ここで決めるよ。ここで決めるよ。うん。最後。いいですね。はいはいはい。違いますよ。はい。もう私が必要なのは、近接キャラですからね。魔法使いではありません。お願い。ああ、殺意爆、こいつは。こいつ、殺意爆はこいつ。ふざけた、たばしやがって。殺意爆、でもピエリの改造型を見てみたいけどね、なんかね。もう、ジェイガーもよく見るね。はい、この老兵さんね。はい。あといくつよ。600?610? おいおい、青ねえじゃねえかよ。まあまあでもね、すり抜けたとしてもね、まだね。ここは大した損害じゃないんで、まだ許せますから。600なるよ、これで、600。青あるね、青ある。はい、9% で、はい。違うな。うん、違うな。はい。違うな。いかん。いかんよ。いかんよ。おはい。手止まりましたね、一瞬私もね。おー、これはチャンスだと。来たよ、これ。あよ、さっき見た、さっき見た。オスカさっき見たよ。大丈夫、大丈夫。ここで行きましょう。ね。あの 5個。9% が5個。うん。これまあまあいけるいける。チャンス、大チャンスです。大チャンスです。ここでね、2枚抜きしても OK だのよ。そんなことは、そんな贅沢は言わん。そんな贅沢は言わないです。はい、来てくださいよ。来てくださいよ。はい、残り2つ。やばいです。もう残り2つ。やばいやばいやばい。せです。また石頭ね。ちょっと待って、星3の確率ってそんなに高いのか？なんかおかしくね？お、星3じゃねえかよ。なんだよ、これ。出す気あんのか、これ。ちょっ、うん。出す気があるのか分かりませんけれども、はい、577に減った。マジやばいよ、ほら 9.5 やばいよ、これマジですり抜け怖い。本当にすり抜けあるね。すり抜け怖い。頼む。うん、ルカスさん皮肉ね、皮肉なルカさんね。さあ来い、ラーチェル。あれ564やばいよ。560ね、560ね。うわっ、すり抜けすんなよ、こんなとこで。頼むよ。うん、切な。はい、OK です。OK です。はい、すり抜け防止です。はい、すり抜け防止です。マジやばいです。もう3200個がもう550個まで減ってしまった。さあ、来い。あー、ストは来ない。うわー、まだ来ない。ほんと、マジすり抜けだけは来ないで。マジすり抜けだけは。ラインハルト、うんね、すり抜けはやめてよ。ただ青ね、青姿現したね。はい、大丈夫です、大丈夫です。はい、すり抜けはすんなよ。ここね、ユリアのすり抜けやめてよね。もうここで均等だからね、この3分の1ですり抜けだからね、これね。 2% ですり抜けだと思ってるね。当たる確率 4% か、そう考えると。うわ、よかった、メルセデスすり抜けなかったね。あ、 4%、 まあまあやばくない？ 2% すり抜け、 4% が当たるって、やばい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 。550500切った。あ、老兵来た、老兵。 あと535やばい。もう本当にもうすり抜けやったら、まあ、マジで揃わなくなるから、マジ来て、マジ来て。うわ、こね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 、やばい。あ、いや、ほんと来て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 。はい、1個あるね。よし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 。OK。よし。サイラさんね。そろそろ本当に来てほしい。マジでそろそろ来て。お、3つある。いいよ、これ3つある。10.5% の3つ。そういうと来ないのかな。10.5%。いや、食うよ。来なあかん、来なあかん。来ないとダメですよ。さあ、来い。あー、殺意枠、殺意枠、こいつ、この髪の色、殺意枠。はい、うー、ロディさんね。はい、うーん、来ないね。やべ、
512じゃねえかよ。あー 11% これやばい、やっばい。はい、あーカチュア3、やーべ、500かよ。500、やばくね。あ、1個あった、1個あった、1個あった。やべ、 11% マジでほんとすり抜けもやめてほしいからね。はい、きたこれ、きたこれ、やっと2つ目揃った。おー、きたこれ。ということはもう残すはね、残すは、はい、まあとりあえずここ全部、はい、あの 11% で取っていきますけれども、あー、よかったー。ということはあと 2% やね、 2% でセイロスさん、これを狙っていかなあかんけれども、さあすり抜けが多くなる、ここからが勝負だと私は思ってます。はい、ここから勝負で、ね、もうあとね500個でオーブ500個で 2% を引けるかね、もうすり抜けありきですか、子供。はい、いきたいと思います。おーし、2つきた。おーし、さあ来い。まあまあまあ、そんなもんね、さあ、まあはい、そんなもんでしょう。はい、さあ残り500個ね、約500個ですり抜け覚悟で、さあ行きましょうとね。はい、マジ怖えな。まだ 8% だからね、ここから本番ですから。500個来た、お、3つ来たよ、3つ来たよ、8.5%、はい、3つ来てるよ。さあ、来い。あー、テルトさんね。あー、なかなか、これやばいっすね。さあ、リーチかかって、すり抜け確保するよ、すり抜け確保するよ。うん、でも来て。さあ、470、はい、すり抜け。やめて。あ、来い、すり抜け。いや、おっ、あっ、うん、覚悟はしてた、覚悟はしてたけれども悔しい。あー、マジでやばいねこれは。あ、きたこれ、よーし、きた。なんかすぐ来た。なんか、おー、何個、よし、よし、来たー、これやっと461個残ってる、465個が来たー、やっと来たー。いやー、よかったー、マジで。うわー、やばかった本当に。465個、はい、全部で2747個、ね、2747個で11、13、36枚ね、36枚の、はい、レアを引いたんだから、割ったら7、2276か、はい、76個のオーブか、76個のオーブで1枚引いたことになりますね。はい、76個のオーブということは1回で5段だから、はい、15回引いた。はい、8% のやつを15回引いたら120倍、そんなもんか。いや違うな、そんなもんじゃないよね、これ相当早くね。うん、相当早いねこれは。いやー、すごい。ということは運がいいのかな、これは。ちょっともう初めての体験なんでね、わかんないですけれども、運がいいのだと思いましょうか、わからん。はい、あー、よかった、終わった。まあ、なんか当初の目的はね、あの別にユリアさんはと思ってたけれどもね、11、13、12、ね、余分なのが2と1で3枚だけか、ダブリが3枚だけって、これ相当優秀だよねこれね。あ、よかった。はい、ということは、はい、皆さんのこれね、何上げ個体値ね、これも皆さん教えてください。はい、それであの大制圧戦に向けて、あの私10突にしていきますので、あのよかったらフレンド登録よろしくお願いいたします。
ね、あとこれ右にずっと上げてたあのこれを見ながらでもね、あのちょっとまあ節約できると、ね、ありますので、それを見てちょっとアドバイスをよろしくお願いします。このスキルいらねえよ、こいつあの合体させちゃえよというスキルあったら教えてください。はい、以上です。というわけでね、はいはい、無課金者でも10凸はできるのかと。はい、ね、2747個使いましたんで余裕した、余裕でした。はいね、皆さんもね、だからあの1年間我慢して、はい、こんだけ貯めたらね10凸できるよと、ね、みんなと一緒に楽しくね、みんなのお役に立てるよということが分かりましたんで、はい、ぜひ1年間我慢に我慢を重ねて、やりたくねえよな、はい、やってみてください。ね、私の動画は多分また1年後になると思いますんで、はい、その時を楽しみにしていてください。はい、それでは皆さん、チャンネル登録、はい、よろしくお願いいたします。いいねのボタンもね、お願いいたします。アドバイス大歓迎でございます。よろしくお願いいたします。はい、それではまた来年、違うな、大制圧戦ぐらいの時に1回あげたいね、せっかく皆さんに作ったからね、1回あげたいと思いますんでね。で、オーブのガチャに関してはまた1年後、はい、会いましょう。はい、どうもここまでご視聴ありがとうございました。約36分、私の1年間でございました。はい、失礼いたします。